皆さんこんにちは、しおりみちゃんのらしほです。はい、というわけで今回はね、りみの抜き打ちお道具箱チェックをしていきたいと思います。ということで、前回私のねお道具箱の紹介をやったんで、で今回はりみちゃんを抜き打ちで紹介してもらおうと思います。はい、楽しみですね。りみちゃんはねまだ2年生なので、まだ何もね、買い替えたりはしてないんですけど、ね、多分相当汚いような予感がしてならないんですよね。でも多分バキバキとかにはなってないと思いますよ。まだ2年なんで。そうだよね。はい、楽しみです。すごく楽しみ。呼んでもらいましょうか。じゃあ行きますよ。うん。2階だって、いや来てリミ、持ってきた、あ今取りに行ってますよ、うん、足音でわかります。お来ましたリミちゃん、来ました、来ました、登場、お茶です。映ってないでしょ、映ってない。何撮影してた、そうということで、今回はリミちゃん抜き打ちお道具箱の中見せ、これ2本目になります。リミちゃん、シーホちゃんの紹介し終わったの、終わったね。次はリミちゃんの抜き打ちです。はい、リミちゃんのお道具箱をね、はい、じゃあどうしましょう、開けてもらえますか。ちょっと待ってください、カメラをちょっと近くで撮ってみましょうか。おー、いいですね、すごくいいです。はい、じゃあ、はい、開けてもらいましょう。ねえねえ、ここにシール入る、シールあるよ。どこ？本当だ。お名前だけ、じゃあちょっとシールを写します。お名前のところにもシール置いてある。そうなの。これ何もらったの？うわ、すげえ。自分で貼ったの？もらったの。もらったの貼ったのか。あら、すごいね。ね、うちのクラスにもこういう子いる。本当？こういう子いる。はい、じゃあ蓋はそれぐらいですか。落ちてた付箋つけたの。汚いよ。はい、じゃあ中身いいですか。衝撃の瞬間まで5、4、3、2、1、どうぞ。え、これ大丈夫なの、写して。写しちゃダメよ。写しちゃダメよ。写しちゃダメよなの。どうしたこれ、しょりみちゃん。ねえ、ね、まずさ、このストローは何なの。このストロー何に使ったの。工作。そう、工作用のストロー。そう、そっか。ねえ、やばい、工作用のストローがこの。じゃあちょっとこれさ、この仕切りはさ、名前がついてるから一回取って。私仕切りついてなかった。いいの、りみの。りみの仕切りがついてんだ。グレードアップしてね。失礼します。うわうわ、これは何？ポチ袋に入ってる。なんで、あ、名前が入ってる。なんでこれポチ袋に入ってんの？ハサミと、これ鉛筆削り？違う、セロテープか。糊とセロテープとホッチキスの芯と、ホッチキスの芯がぐちゃぐちゃってなってる。やばいね。あと裏には、うん、定規、三角定規。これ名前ちょっと入ってるから。見せられないけど。なんでポチ袋に？したいね。今から綺麗にする。ちゃんと待って、この辺もやばいよ。めっちゃやばい。これね、絆創膏のなんか紙じゃない？そう、紙。こっちもなんか怒ってる。これも絆創膏じゃない？うん、ちょっとやばいですね。で、色鉛筆があって、クレヨンがあって、みんなの歌。あ、これ私も種類違うけど持ってます。うん、これ裏に名前書いてあるんだけど、うん、これにね、うん、いろんなね、習う歌が載ってて、うん、これを見て歌うの、こう、最初は。これを見て覚えなきゃいけないって。なるほどね。そういうやつ。うわ、やばいね、これ。ペニーさん。なにこれ。なんで工作用紙が入ってんの。なんかね、使った。なんか使った。わかんない。わかんない。すごいです。ちょっとこの中が。リミの思い出のやつ。これ思い出なの？どれ？これ。あ、この綺
ラキラした石みたいな。学校に落ちてたやつ。学校汚いやつ。何それ汚いよ。思い出って言わないよ。でなんかこれあれじゃない？ポケットこれ中身も入ってんじゃない？これほらなんか嘘でしょ。え中身入ってるよリミ。折り紙が入ってた。折り紙。折り紙洗濯したらやばいやつ。あこれ何？わなんかすごいの出てきたよ。ほら。やばい。やばい。わやばい。これ映っちゃいけなかったじゃない？ちょっとやばい。はいはい、ちょっと放送事故になっちゃう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ちょっと絆創ひーちゃんこれもらわなかった。もらってない。何それ？そのありがとうって書いてあるの何でも？六年生がね、いくあのね、うん、教室入るときに渡してきた。そうなんだ。なるほど。うちはねなんかね本みたいな感じで、うんうん、ブックになってて、うん、それに6年生からのメッセージが書いてあった。そっか。リミはこういうのなんだ。ありがとう。ね。じゃあちょっとこれ。リミちゃん綺麗にしよう。じゃあ綺麗に今からしましょう。じゃあ綺麗にするぞ。おお。そこ手つけなきゃ。おお。はい。はい。じゃあリミちゃんねお道具箱綺麗にしました。はい。じゃじゃーん。おすっきりだね。この辺にハサミ、のり、三角定規、うん、これ。セロテープだねこれ。そうセロテープ。怪我した時の絆創膏とあとここにさっきの音楽の本とクレヨンだね。この下クレヨン、うん、色鉛筆で仕切りがあってなんか学校でねここに筆箱を入れとくそうです。ちょうどぴったり入るからね。おいいじゃん綺麗になったね。なった、まあ、お道具箱自体はやっぱりリミちゃんの方が全然綺麗でね、まだ2年しか使ってないだけあって。はい、でもちょっと開けた瞬間ちょっとびっくりしちゃいました。あまりのゴミの多さに。3年生になったのにまた汚くなる、うん、また汚くなるんだ常にね女の子なんだから綺麗にしなくちゃダメよね。うん、なんで女の子って綺麗にするの？なんででしょう。わかりましたうん、あの風邪気味で、うん、すごいね鼻水が出るときはね、うん、机の中にね、うん、授業 1時間のね授業で噛んだゴミがすっごい入ってる。いやティッシュの山だよね。しょうちゃんでもリミもリミも入ってた。鼻噛んだ後それでね授業終わったら捨てた。あでもリミはちゃんとさ授業終わった後捨てるでしょ。しょうちゃん捨てないんだよ。私ね一日か一日貯めといて一日にしてんの一回忘れた時ないの？あるよもう忘れたら最悪だね。はいはい。じゃあリミちゃんの綺麗になってよかったね。これで3年生に持っていけますね。リミちゃんはもう別に買い直すのとかなさそうだね今のところ、うん、ホッチキスもさっきのホッチキスはちょっと壊れちゃってて使えないそうで、ホッチキスは今のところあんま使わないかな2年生は。あこれですボロボロこの芯がなんかすごい色してんだけど水色ね。水色の芯だったんだね。今日はリミのお道具箱に見てよか塗っちゅうまあ今日はねリミちゃんのお道具箱を抜き打ちで見せていただきました。はい、めっちゃ汚くてびっくりしました。やばかったね。この動画があってよかった。なんで？そうしなかったら汚いままだった。そうだよ、よかったよ。3年生でそんな汚いままの道具だと思ってったみんなびっくりしちゃうよ、隣の人とか汚いねえ、よかったよ、ちゃんと片付ける場所があって。はい、じゃあ今後もちゃんと綺麗にね、しましょうね。はいはい、それではグッバイ。 See you next time. おいしょ、抜き打ち嫌だよ。